日本のピアノの新垣さんですね。今回は結構逆に結構フリーな新垣さん得意なフリーな感じじゃなくて、結構僕はメローなタイプのトラックを出して、そこで、新垣さんがどうアプローチしてくれるかなっていうのがすごく興味があったので、あえて逆の音を出してみたんですが、インストを何曲も入ってるんだけど、で唯一生楽器というところで、今回は僕はすごく気に入っているし、ちゃんと1曲の中でちゃんとすごいドラマがちゃんとあって、でその新垣さん得意とするちょっとこうフリーな部分も真ん中にちゃんと入ってるし、すごく僕は気に入ってる1曲になりました。今度人のライブもすごく面白いんで、今度セッション的なものを一緒にできればなとは。ヤスミンは結構彼女の独特な、西洋のちょっとこうアブストラクトな、すごい匂いがあるんで、で出身が、レバノンだっけ、レバノンで、もう僕らあんまりそういうところの人とやったことがなかったので、歌い方とかその雰囲気、独特の雰囲気がすごく興味があったし、彼女の声を俺のビートに乗せたらどうなるかなというところでちょっと悩みましたが、でも、自分らしさを出すしかないというところでやってみました。それなりに結構僕は気に入ってる曲になってて。